レーダーは台湾籍の高速フェリーである。かつてはナッチャンデラという船名で東日本フェリーの青森港と函館港の間に就航していた。2012年に台湾の企業に売却された後は船名をレーダーと改め台湾の走行可燃港等の航路についている。ナッチャンデラの後部建造はオーストラリアのインキャットタスマニア社ウォータージェット高速フェリーとしては 世界最大級建造費は約90億円。インキャット社では本船と同様の技術、形状を用いているウェーブピアサー型高速船を多数建造しており、本船は112メートル型に分類される。インキャット社は建造した船舶に一連の春納を付与しているが、本船は064である。これは姉妹船のナッチャンワールドの065と連番である。 日本での鮮明のなっちゃんレラは、船体塗装のイラストをデザインした京都市在住の小学生の愛称、なっちゃんとアイヌ語で風を意味するレラを合わせたもの。日本では2007年9月1日に青函航路に就航し、青森港箱館航換をおよそ下記1時間45分、冬季2時間15分、深夜便2時間30分で結び、カーフェリーとしては日本最速であった。 2008年5月には、ヨーロッパフェリーシッピング会議にて、元船や、先進的なターミナルや統合フェリーシステムが評価され、シップパックス高速船賞を受賞。青函航路の高速化を図るため、旧東日本フェリーは1990年から1996年まで、ジェットフォイル、1997年から2000年まで、ウォータージェット小型フェリーを導入した。しかし、 燃費がかさむことや波浪への弱さ、引き波による漁業被害、及びトラックを積載できないことによる低収益性などの理由により運行が中止されていた。なっちゃんレラの建造にあたり、新・東日本フェリー及び親会社のリベラホールディングスでは、インキャット社とともに、風洞実験などを行い過去の問題点を精査し、本線の安定した運行に一定の目処を得たとしていた。しかし、 運行開始後、前日の引き波による漁業被害が再発し、漁民らは速度を落とすよう求めていた。青函トンネルの開通以降、青函館の旅客輸送の多くは鉄道が担っているが、なっちゃんれらは鉄道と比して青森函館館において所要時間やエコノミークラスの運賃の安さの点で優位に立つことから今後の巻き返しがなるか注目されていた。 広南バスの青森上野号や一時期のと和田、観光電鉄のブルースター号の夜行バスとの連携も積極的に進めていた。一方で在来線の2倍以上となる運賃やファーストクラスでも横になれないなど在来線との差も残った。車両輸送の運賃格差は旅客輸送以上に影響が大きく、就航直後には減便された在来線で、 車両構想の満車が頻繁に発生した。2008年11月末をもって、運行会社の東日本フェリーは、国内フェリー事業から撤退し、これにより多くの航路が運行を休止したが、当線は、同社の撤退に先立つ同年11月1日をもって、両線のナッチャンワールドと共に、定期運行を休止した。この後、ナッチャンワールドが、下期限定ながらも、 青函航路に復活運航を果たしたのに、大使当選にはそういった動きはなかったが、東日本フェリーを九州合併した津軽海峡フェリーによって、2010年7月に、軽船地変更のため室蘭港へ開港された後、船内見学会やミニクルーズが実施された。その後、防衛省にて、離島奪還作戦に不可欠な高速輸送艦として利用するため購入が、 検討されるなどの動きもあったが、結局2012年10月に、台湾の花岡集団に、約54億円で売却された。花岡集団では、参加の東ずまつらね運において、台北港と福建省中部の平部鹿島間の、航路に利用する方針を明らかにしていた。2013年8月7日から9月8日までの、間、台湾の総航海連航の航路に、 収録往復の計画で仮運行を開始した。片道料金はエコノミークラスで700台湾ドルで、同区間の大鉄北、巡る線の運賃と比べると高額であるが、観光ツアー客の乗船と災害時の緊急輸送を見込んでいた。鮮明表記がレーダーと改められたが、英語表記はナッチェンレラのままで、船体塗装も維持されている。 2014年5月27日から台湾の台北港と中国福建省の平部下島間を結ぶ航路に就航した。これは台湾所属の客船で運航される史上初の台中定期航路である。就航当初は週に往復、所要時間は片道3時間で、運賃はエコノミークラスで3450台湾ドル、ビジネスクラスで3950台湾ドル、 ファーストクラスで4500台湾ドルである。就航当初の時点では台湾と中国の間の車両交流に対する会談が行われていないため旅客のみの乗船となった。車両輸送も検討されたが実現にはナンバープレートと運転免許の相互認証に関する問題の解決が必要とされた。2015年6月、船体の船名表記が例側ーーから レーダーに変更されているのが確認された。ただし、花岡集団のウェブサイト等では引き続き、レーダーはの鮮明が用いられている。2016年4月、花岡集団と沖縄県の総合物流グループで、ある、新馬ネットワークの安心が共同で、本線を彼に石垣航路に就航させる計画を発表した。片道の所要時間は、最短4時間で、試験運行の第一便は、 台湾の小美古取法院を代表とした経済交流視察団約100名を乗せて2016年5月14日、う石垣港に初入港した。2015年内に10回のチャーター運航が予定され、将来的に週1便程度の定期運航が構想されていた。しかし、石垣港への入港は試験運航の1回のみで、以後の運航は数度にわたり延期され、 2017年11月には台湾での集客が見込めないこと等を理由に運行を断念することが明らかになった。ティアー4、ティアー3なチャンワールドの船首形状、ナッチャンワールドの戦備形状、センター春は水面に接していないことが確認できる。本船は総動船の中でも比較的新しい船型であるウェーブピアーサー形状をしており、 水戦下の2つの船体が非常に細く作られている。船長112メートルの船体で最大積載は1500トンであり、高速船としては非常に優秀と言える。本船では選手側がわずかに一度低い選手トリムと呼ばれる状態での高校が最も抵抗が少なくなる。下部戦隊は水密核壁によって左右それぞれ10区画の水密区画に分けられており、 一万一の場合にも簡単には沈まないようにできている。ナッチャンワールドの後部に4機備えられたウォータージェットリガンのためナッチャンワールドのウォータージェットが作動する用水一般的なスクリューではなくウォータージェット推進機を左右合わせて4機備えており強力な水流の噴射によって高速航行を可能にしている。ウォータージェットでは水流の向きを左右に最大三十度まで変えられるので 舵を必要とせずに素早く船の向きを変えられる。また、ウォータージェットには更新バスケットと呼ぶ変更板があり、更新時にはこれを噴射口へ押し上げることで水流の方向を前方下方へ変えることで推進力を180度逆の更新へと変えられる。また、更新バスケットを中間位置にすれば、エンジンを回したままで水力をかけない停止状態にもできる。 左右での水の噴射方向を逆にすることで、横方向への移動や、その場での回転が行える。41.5ノットで旋回した時の旋回円の直径は620メートルであり、41ノットでのクラッシュアスターンによる停止では1分27秒後に、まっすぐ721メートル先に停止できた。これらはいずれも非常に優秀な成績と言える。 中速回転のディーゼルエンジンを左右の下部船体後部に合計4機備えている。片側2機のエンジンは下部船体の幅が狭いために前後に互い違いに据えられている。それぞれが 12,245PS の V 型。20気筒ディーゼルエンジンは毎分1000回転を減速機によって470回転まで落としてウォータージェットのポンプを駆動している。燃費は 旅客と貨物を満載した1450トンの状態で36ノットで航行したとき、軽油を8625リットル、時間だけ消費して、リッターあたりでは8メートルとなる。高速で航行する元船は、波による揺れを抑えるために、現、揺ら装置として、選手下に、T ホイル、左右の線尾には、トリムタブを備える。T ホイル派が穏やかで弦揺るが不要なときは、 船体側へ折り込んでおける。T ホイルティール T ホイールは、選手下から海水中へ垂直に伸びる指示部とその、先端部の水中翼により、フィンスタビライザーにも似た仕組みで揺れを抑える。トリムタブトリムタブは、必要に応じて、船尾の船底部分に板を突き出すことで揚力を発生して、船尾に上向きの力を作り出す装置である。これが左右の船尾に備えられている。 なっちゃんワールドの船室及びブリッジブリッジ、つまり船を操船する船橋は、船の中央最上部にある。他の船と異なり、機械装置を操作するために、ブリッジ内を歩き回るようにはできておらず、航空機の操縦席にも少し似た、統合型ブリッジになっている。ブリッジの全3分の1ほどが横3人掛けのシートになっており、左から機関長、機関士席、船長席、 公開主席となっている、船長席の後ろに、後ろ向きに操作する、接眼用操船パネルがあり、接眼時の細かな操船のためのレバーと、テレビカメラ映像パネルが備わっている。右ひいちかけの端に、つまみのような小さなダリがあり、文字通り手元で操作が可能になっている。三人席のコックピットの後ろには、情報分析スペースとして、海図や外部からの情報を入手。 分析できるようになっている。ブリッジの後部3分の1は休憩のためのいくつかの座席が用意されていて、隅に開花への階段と後部デッキへのドアがついている。なっちゃんワールドのライフラフト及びリガン、着岸時の操船用の操縦室ライフラフト、緊急時の避難先としてのライフラフトには乗り移るための滑り台式スロープがラフトと同時に膨らむガス転調式のものが備わっている。 日本での元船の停泊時間はわずか45分であったため200台余りの車両と800人ほどの乗客をこの短時間で下船させてまた乗船させなければならなかった車両の乗船時には重い車が前後や左右に集中すると船が傾いてしまうため一等航海士などの船員が場所を指示して駐車させていた特に下船や登場中に船が傾きすぎると ランプウェイに角度がつきすぎて、車両の底を打つ危険があるので注意が必要であった。ありがとうございます。